はい、こんにちは、グリードです、えー。今日はですね、ちょっと入院と手術をすることになると思うので、まあ、ちょっとお休みしますよっていう動画になります。ちょっと一週間ぐらい前から体調を崩してて、まあ、最初風邪かなって思ってたんですけど、まあ、治りが悪いのと、こう、息した時の胸の痛みがずっとあって、まあおかしいなってことで精密検査を受けたら、なんか胸のこの辺りに腫瘍が見つかって、一応病名が気軽腫っていうのかなまあ一応漢字が合ってるかわかんないんですけど、 また来週ね、あの、詳しい検査はするんですけど、一応、良性だった場合は、えー、手術で取るのと、で、悪性だった場合は、まあ、抗がん剤治療に入るんですけど、ほとんどのケースは、まあ、良性らしいんですけど、ちょっとね、あの、進行が早いっぽいので、まあ、ちょっと、検査結果と、あの、医師との相談で、まあ、ちょっと、まあ、どういう治療をしていくのかっていうのをね、まあ、決めていくと思います。まあ、でも、まあ、良性でも手術はするので、まあ、ちょっと、 入院でということになると思うから、動画配信はね、ちょっとお休みすると思います。まあ、症状としましては、まあ、こう、胸の中の、この辺、この辺から、なんか、肺とかこう心臓とかのあたりで、なんか、こう、腫瘍がボンってあるんですけど、まあ、いろいろ血管、心臓の血管とかをちょっと圧迫し始めている状態ですね。で、まあ、ちょっと息のしづらさとか、呼吸した時の胸の痛みっていうのが、ちょっとまだ、 ある状態ですこれが大きくなっちゃうと、まあ、呼吸とかそういうところにもっとね、影響が出てきちゃうから、まあ、陽性でも取るしかないのと、まあ、悪性だったら抗がん剤治療。だから、あの、あれだね、あの、つるっぱげになっちゃうやつだね。つるっぱげになっちゃうやつになるのかなと思います。この病気の発見までの経緯っていうのは、まあ、最初1週間前ぐらいに、まあ、普通に風邪ひいたんですよ。で、まあ、普通に熱と喉の痛みと、 で、あと、その、胸らへんの痛み、息吸った時の痛みがあって、結構痛えなって思って息吸った時、だからこれ完全にあの、コロナになったんだろうって思ったんですよ。で、一応検査、コロナ検査を最初の病院ともう一つの病院で計3回やったんですよね。で、どちらも全部こう、陰性で,で、コロナじゃさすがにないだろうってことで、で、まあ普通に風邪の薬を飲んで、 まあ熱は引いたんだけど、その、この、この辺の痛みがずっと残ってて、さすがにおかしいねってことで、まあ検査、レントゲンとか取ったら、なんか胸に腫瘍っぽいのがあるから、ということでちょっと大きい病院に移って、また CT とかそういう、ね、精密検査をしたら、おそらく、気軽腫っていうね、病気だろうっていう診断になりました。 まあ、良性でも悪性でも入院するってことで、えー、っとね僕ね、あの、2年前に心筋炎、心臓のあの心筋炎で入院してるんですよね。で、その前も、2、3年前に、あの、なんか細菌性腸炎とかで入院してるんですよ。だから僕、あの、ね、大学き入ってから東京来たんですけど、今26歳になったんですけど、今年、えー、もう計3回入院することになりますね。 こんな短期間でさ、入院することってある、あるんかな。しかも全部全く違う病気っていうのはね、もう、いやー、すごいね。昔からなんか病気とか怪我多かったんですけど、なんか、20代入ってからすごい大きい病気がすごい多いね。なんだろうね。ね。お払い行った方がいいのかな、これね。まあでもね、一番、一番、まあ、悩,悩むってことは、まあ、その動画投稿がね、できないってこともそうなんですけど今、筋トレができないんですよね。筋トレが。 もう一週間以上筋トレしてないし、で、こっから多分、手術入院とかになったら多分もう一ヶ月以上もしかしたら <laughs>、筋トレできないから、な無くなっちゃうよね、全部ね。まあ、まあまあまあ、な,なんだろう。まあ、治療できるね、病気で、まあひとまず良かったのかなと思います。まあ、こうやって生活普通にしてる分にはまだ、まあ、 まだ平気ですね。まあちょっと息苦しさというか、呼吸のしにくさと痛みはあるんだけど、まあでも全然、前回の神経に比べたら普通にしている分には全然大丈夫ですね。そのやっぱ入院とかそっちになってから辛いかもしれないですけど、今は割と普通にゲームはできるかな。まあちょっとあんま配信でいっぱい喋ったりとかっていうのはできないと思うんですけど、 まあ来週検査なんで、まあ、それまでにちょっと、まあ、ヘイローの新作の, <laughs> あのクローズドテストとかなんか、そういうので、ちょっとね、入院前には遊ぼうかなと思っております。だから、まあ、ヘイローの動画とかをね、あげるかな。というわけでですね、あのちょっとね、あのお休みしてご心配ねお、おかけするかもしれないんですけど、まあ、また元気になって動画配信したいと思うので、まあ、それまであのチャンネル登録外さないでください。更新なくても、 外ささないい。でくださいまたね、あの、お仕事関係者各所には、ちょっとご迷惑をおかけしました。またちょっとね、お休みするんで、さらにご迷惑をおかけするかもしれないんですけど、ま,あ、またね、元気に復帰して、活動を再開したいと思うので、皆さん、よろしくお願いします。まあ、入院ってなったら、入院ブログでも撮ろうかなと思います。というわけで、皆さん、お疲れ様でした。